こんばんは、YouTube をご覧の皆さん、大豆です。今日は、こんばんは、こんばんは、こんばんは、2カメです。今日は4月の30日、うん、平成最後の日ということで、最後ですね。特に何もやることがなすぎて、暇だったので、友達のケント君が来てくれました。お邪魔してます。ケント君が遊びに来てくれました。で、ただご飯を食べるだけの動画を僕はいつも YouTube で見てるんですよ。もっぱんを。だから、この機会に、ただ食べます。平成最後に、平成最後に。もう平成を食いちぎろうっていう。平成食べ納め。ピザハットさん。提供じゃないよ。提供動画じゃないよ。あとだからちょっとアルコールもちょっと飲んじゃおうかなみたいな。今日はアルコールもありで。今日はアルコールもありで。食いちぎるために。平成をね、食いちぎって語りながら、まあ、楽しくご飯を食べようかなと思っています。食べましょう。ケント君いるけど、多分8割方、9割方俺が喋ると思うけどね。すごい。そして自分のやつからするっていうね。はい。というわけで平成お疲れ様でした。ありがとうございました。平成、平成本当に。Thank you 平成。また会う日まで。じゃあね。頼んだのはこっちはですね。てってれ、あ、これに見せればいいんじゃない？ほら。なかなかのボリュームですね。エビマヨベーコン。炭火焼きビーフカルビ、とろける油脂のチーズフォルマッチ、プレミアムマルゲリータ。おお、すげえ。チーズがなんかもう、こっちはグルメマニア4、ガーリックミートグルメ、エビマヨ明太シーフード、シシリア風ミートソース、ダブルベーコンとジェノベーゼ。あ、俺こっちの方が好きそうなのがいっぱい入ってる気がする。クソ糖質と脂質のダブルパンチで、デブだね。もう最後ですか今日は。食べ納めだからね。食べ納めですからね。もう令和はね、うちらはもう完全にナチュな感じの、もうナチュなオーガニックなものしか口に入れませんみたいな人生になっちゃうから。そしてこれはなんかチキンのサイドメニューも、え、美味しそうじゃない。え、ピザとかもマジで美味しそうじゃない。俺家でピザなんて超久しぶりに頼んだ。いいですね。2カメめんどくせえな。おっさんと青年が2人で飯を食うための動画にカメラ高画質 4K カメラ2つ使う意味ある？これはもうフルで元とかね。あ、そう、無駄な気がするけど、あのね、分かってるならやめて。本当に未来の俺が苦労するだけだから。本当に2カメ禁止、今度から2カメ禁止です。俺カルビから行こう。ちょっと気になったんですよ、チーズのやつ。いただきます。すごい美味しい。おいしい。これさ、食べれないんだけど。食べれないですね。まずさ、20分ぐらい集中して食べていいかな。結構チーズの匂いがする。臭い本気。チキンいただきます。あ、ちゃんとやってんね。平成最後のゴールデンウィークにさ、なんかそんななんかワッキーあやいとカップルとか家族とかで出かけてる人とか全員なんか雨でなんかぐじゅぐじゅの思い出になっちゃえばいいと思う。結局でもそういうなんかハッピーマインドの人たちって、はい、なんかそういう雨のディズニーランドみたいのも、はいはい、なんかあの時ちょうどしゃぶりだったねっつって最終的にそれでなんかあのコカレロ一揆とかしてんだよ。の5年後とか10年後とか、あいつらなんて何したってみんな楽しがって生きてんだよ結局。もうマジでゴールデンウィークって何みたいな。何がゴールデンなの一体。なんか好感度なんて、好感度って何って話だよね。食べてる時の姿ってさ、すっごいその人を表すと思わない？うん、確かに。もうそれで全てが。どんなとこ見ます？でも食べるスピードとかは結構俺見ちゃうかも。あと、あの居酒屋とかだったら注文の仕方とかすっごい見る。あ、バランス考える人なんだとか。それはでも先にもう食べたいもんからガンガン食べる人なのかとか。やっぱもう最初からメインディッシュガンガン頼める、はい、もうチャーハン先に頼める人は、はいはい、多分なんかもう下の方もなかなか結構こうあーみたいな。食事とベッドの上はやっぱ取り繕ってもどこかに出ると思うんですよ。
ほんと喋ってるとさ全然食べれないんだよね。冷めるから食べろよって多分向こう側の画面の向こうの人も言ってると思う。しかもピザ全然減らない。全然進んでない。俺ね喋るとダメなんだよね。食えないんだよね。俺が熱く語りすぎてメモリーカードを交換しないといけないぐらい喋りすぎたって全然もっぱいやりたいって言ってたのに食べ物の説明ができなかったからチキンを食べたいなと思ってます。食べます、食べます。チキンの美味しさをねみんなに伝えないといけないから。かかくっそ冷めてる。カピカピになってる。あ、でもフライドチキンだけど竜田揚げ的な、唐揚げ的な、そしてポテトも美味しいですよ。この細くないこのポテトいいですね。あ、芋の形のポテトいいですね。いいですよ、いいですよ。ピザハットのポテト美味しいですよ。質問したらすごい怒られるかもしれないですけど、大豆さんの Z が大きいのって何か理由あるんですか？その話とか本当に恥ずかしいんだけど、ただビジュアルの問題、100回ぐらい話しますよ。フォルム的にフォルムこうなりますね。山なりですよね。そう、それで D と E が両サイにこうなんか丸がある感じで、ヘッドホンっぽい感じだったんだよね。ヘッドホンしてる人の顔みたいなフォルムで、それがちょっと好きだったんだよね。ただでさ DIZE で大豆って読みづらいのにハイフンまで入っちゃって、ハイフンも理由あるんですか？あの英語の IZE ってあのリアライズとかクオンタイズとか IZE がつくと動詞化するんだよ。なんかそれでなんか例えばドラマとかドリームとかなんかそういうそういう D を、うん、だからドリームを動詞化させるみたいな意味で、うん、ドリーマイズじゃないけどなんかこうそういうアホみたいな理由だよ。なんかさ頑張ってさ20代の時それも平成ですよ。本当に平成に置いていきたい思い出ナンバーワンかもしれない。大豆の名前の由来、これがその自分の呼び名になるなんて全く思ってなくて、この理由の名前をあの名前の理由を説明するたびに本当に顔から火が出るほどっていう慣用句じゃなく本当に本当に火が出そうなぐらい嫌だ。平成に置いていきたい。置いていきましょう。勝手に置き土産してっていいかな。置き土産しましょう。ゴミは持ち帰りましょうじゃない。いいの置いてって、もうどんどん置いて。初めての時代変わるじゃん平成生まれ。そうそう、初めてですね。なんかそういうのって特別感あるの実際？全くないですね。平成終わるなみたいななくない？ないですね。もうこの回のさ趣旨を根本から否定してない意味ない。平成をもう食べちぎる。平成を食べちぎる。もう平成を食いちぎろうっていう。食べてもないクソ残ってるし食べちぎってもないし平成関係ないしみたいな。何なんじゃあこの動画一体。そもそも平成なんだったの。まあまあ1時間半ぐらいずっと回しっぱにして何だったんだっていうぐらい本当にひどいね平成ね。どうやったら食べちぎれるんですかね逆にね。平成をどういうトークをしたら食べちぎれるんだろうな。逆に言うと、はい、喫茶店とかさ見てさ昭和っぽいってのあるじゃん、うんうん、あるあるある。だけどさ平成っぽいって、うん、あと10年ぐらいしないと分かんないんじゃないかなって思う。分かんないですね、多分ね。喫茶店の感じとか、うん、通りの感じとかあすごい昭和っぽいとかって思うものってあるんだけど、うん、なんかこれから令和の子が令和20年ぐらいになった時にえそれマジ平成っぽくないですかみたいな、その名前とかマジ平成っぽいですよとか、なんか後にわかんのかなみたいな。楽しみですね。この30年を一言で区切るって難しくない？難しいですね。一言で言うとワンピースですね。一言で言うとワンピースですね。ありったけの夢をかけ集めすごい嫌なんだけど、なんか急に
いきなり、びっくりした。油取り紙ぐらいの薄っぺらさだったんだけど、透けてるよ向こうみたいな。ワンピースとか、ジャンプとか読まないですか、漫画とか。ジャンプは、ハンター×ハンターは好き。あ、ハンター×ハンターも平成？平成だと思う。平成ですよね、うん。でもごめん、ちょっとアニメはマジでわかんないわ、俺。逆に、少女漫画の方が時代感結構あるかも。目に入ってる星の数とかが全然違う気がする。でも、少女漫画は、ポケベルの時代と、ピッチの時代ととか、うん、家電しかない時代ととか、やっぱその、ガジェットとかさ、時代背景と密に関係するから、出てきますよね、なんか少女漫画はそうなんじゃない。でも、少女漫画もほとんど読んでないから、全く漫画では。ドラマもね、もう俺はもう、ヤマトナデシコぐらいで止まってる。ヤマトナデシコ来てます？どういうこと？ヤマトナデシコ僕大好きなんですよ。え？桜子さん？桜子さん。え？ 2000 年ですよね。あれ2000年なんだっけ？ 2000 年です。なんでヤマトナデシコ好きなの？いや、僕はもうヤマトナデシコは、ちっちゃい時からずっと見てて、再放送で。確かにフジテレビの夕方4時ぐらいって、結構、そうですよね、あの再放送ドラマすごいやって、あれでいっぱい見てた、俺も。多分日本のドラマ一番好きかも。あ、そう、はい、なんかあれに全部詰まってると思うんですよね。そこまで全部は詰まってない。俺大好きだけど全部は別に詰まってないと思うよ。詰まってますって。あ、そう。え、若葉ちゃん好きだった？若葉ちゃん、いや、それも面白くて、ちっちゃい時は若葉ちゃんも推しだったんですよ。これ若葉ちゃんダメだったんだよ。そう、でも大人になってから見たらやっぱ桜子なんですよ。桜子さんは、俺はもう本当に人として桜子さんみたいに行きたいと思ってる。あ、ただでもめっちゃ素直ですよね。最後大助に行くかっていう。あ、俺の中では。あ、逆に、うん、へえ、そこがドラマだなと思った。え、なんでですか？そこがドラマ、結局テレビドラマだよなって思った。あ、そうなんだ。人間ってもっと業は深いよ。やっぱり幼き頃にすっごい貧乏を経験して、あ、はい、なんかその絶対に金持ちになってやるって腹に決めて、全てをそれのために生きてきた女は、たった一回の恋愛では人生変わらないと俺は思ってしまう。でもそれがどっちに転んでも味わい深いなって思う。味わい深いですよね。やっぱりって思うし、どっちにしてもあそこまでなんか自分の軸がしっかり決まってる人っていうのはもう見てて心地いいなと思う。そう考えて若葉ちゃんはなんでずっと大助が好きだったのかが謎ですよね。逆に言うと桜子はね、最初からもう、いや、フラグ立ってるんですよ桜子は。クソほど性格悪い見方してる、はい、若葉ちゃんみたいな女って一定するんだよ。 あれは若葉ちゃんは桜子さんが大助を好きじゃなかったら大助のこと好きにならなかったと思う。おー、いや、それあるかも。絶対あると思う。あ、やっぱ桜子さんの選ぶ男はやっぱ欲しくなっちゃうんじゃないかなっていう。若葉ちゃんって意外とそういう女なんじゃないかなって俺はちょっと思ってましたよ。やっぱり桜子さんがね、あった人の人に巡り合えた気がする。最高だよね。もうあれはでも結構2000年代前半の方って結構ドラマすごいですよね。強いですよね。でもさ、それって多分その時代に自分たちが多感だったからっていうのもあるんじゃない。だから多分すごい俺より10個ぐらい上の人にドラマの話聞くと、うん、やっぱ昔の大英ドラマ好きとか、うん、なんかやっぱそういう人もいるし、自分が一番刺さる時代だったっていう。あ、それ音楽もそうですよね。うん、言ったらうちらのさ人生はさ、ほぼ全部平成に収まるわけじゃん、うん、だから逆に30年前もう生まれてたんだってこと考えると、その方が怖いわ俺。30年も何してきたんだろうっていう。なんか高校3年生になってついこの間だったみたいな気持ちで、え、全然制服着れるんですけどみたいな気持ちはあるんだけど、もうさ全くさ世の中がそれを受け入れてくれないわけじゃん。いつの間にこんなに汚くとっちらかったんだろうなと思うわけよ。平成が俺をとっちらかしたよね。平成に本当に返してほしい。平成にとっちらかされる。平成にやりちぎられた。やり捨てされた。平成にやり捨てされた気がする。なんでそんなんでさらっと明日から令和になりますとか言われても、え、こっちの気持ちの整理ついてないけどみたいな段階でいかれちゃうんだって感じがする。年号に対してこんなに言ってるのってさ、初めてじゃない？
そうやってなんか何かしらイベントごとを作って経済回そうみたいな話なんじゃないの。結局回したいんですよね、経済はね。まあでももうそういうものでもないと回んないんだよ、うん、もうあれなの、もう熟年カップルと一緒、何かしらも家買う、車買う、子供生まれるみたいな、もうイベントないともう風が起こんないんだよ。そうやって起こしていくわけだから必要なんだと思う。もうこの世の中にもう俺のことすごい酔っ払ってる人だと思ってるでしょ。全く酔ってないからね。誰がどう見ても酔っ払ってると思います。本当に偉そうなことばっかり言ってすいません、謝罪します、マジ謝罪、本当すいません。そういう区切りがみんなたまたま欲しかったんだよ、うん、きっと。でも結局さ、年齢もそうじゃん、うん、何歳とか、はいはい、だって別に毎年同じ誕生日だけど、なんとなく30の誕生日とか、うん、35、40とか、うん、5とか10の誕生日って大事な気するじゃん、年末年始とか、うん、好きだよねみんな、うん、でもなんか奮い立たせたいんじゃないですか、自分を。なるほどね。何よりでも区切れない人はどうしたら区切れないわ。難しいですよね、区切るのね。難しい。そんなに区切りって大事かな、やっぱり。もっとグラデーションじゃない結局、うん、実際全てのことってグラデーション。なんか今日から全然新しい自分になったみたいなことってなくて、うん、常になんか60、40とか59、41とか、うん、なんかちょっとずつ出てまた戻ったりもしながら、うん、区切るってそんなになんかそんなに大事かって思っちゃうんだよね。だいぶ今日の動画の企画趣旨をだいぶ切ってますけどね。こう言ってますけど、いやなんか世の中浮かれすぎじゃねっていう。せっかく湧いたならちゃんと湧ききれよ、そしてそれをなんかそのいいスタートっていうか区切りのチャンスにしろよって思う。だから、ね、ただ俺は何一つ改めるつもりもないし、もうこれからもこのままクソみたいな人間として、あの継続でもう契約更新って感じで全然契約更新しますよみたいな、向こう30年また契約更新しますみたいな気持ちでやってくから、特に食いちぎる内容はなかった。なかった。もう平成を食いちぎろうっていう。で今日のピザも食いちぎれなかったし全然食いちぎれなかったしM サイズ1枚も2人で食いちぎれてないし、食いちぎるほどの内容が平成にこのままだとないね。食いちぎられましたね、むしろね。なんかそうだね、なんかどっちかっていうとなんかこう、うん、やられました、やられて、なんかなんか大たくせに連絡返してこないのみたいな、なんかあもうやり終わったら即あの着氷みたいなぐらいの気持ちで、うん、なんか平成をなんか来年ぐらいになったらなんかこう恨むことはあるかもしれない。急に今更になって気づいた好きえみたいな、そういうのを来年ぐらいになったら思うのかもしれないけど、ね、2時間喋ってんじゃん。多分2時間喋ってます。もう編集が大変だわ。これ編集やばいですよ。多分3本くらいになる気がする。区切らない、区切らない、あえて区切らない、区切らないでいく。だから気持ちは平成のままでいきましょう、みんな。令和だけど逆行しよう。いいタイミングとかいいチャンスとして使えるなら使っていいと思う。くしゃみ出ます。おならも出たわ。これからも生き恥を晒していくので。晒していきましょう。ね、令和も一緒にみんなで、うちらでなんか波起こしていけたらいいんじゃないかなみたいな思ってるんですけど。また見てください。じゃあねー。俺の話をこんなに聞かされるなんてただの罰ゲームなんで。じゃあねー、バイバーイ。